ペンタブレットを使うにしてもこういう筆圧とか、ね、覚えておくと役に立つと思いますんで。この鉛筆面白いですね。あ、邪魔な時はあのクリップの出番なんですけど、やっぱり前の映画の方が綺麗。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんですが、はい、動画の人に、綺麗に撮影してもらうためにとりあえず綺麗な原画を用意しようということで、動画の線は均一でスキャナーに読み取りやすいように、やるんですが、まあ、原画の場合はメリハリをつけた立体感を、つけた線で描いた方が理解されやすいので、とりあえずこういう素材を用意していただきました。はい、この中で、まあ、簡単なのがこの絵だと思うんで、おこれを今日はトレスしていただこうと思いまして、わで長い線はちょっとトレスに苦労すると思うんですが、レッツトライということで。わかりました。特に何か特別なやり方ありますか？例えば手を置かないで描くんですか？日本の習字はそういう描き方しますけど、特にこれは原画なので汚しても構いません。好きなように、あの線を引きやすいように紙を傾けても全然大丈夫です。あ、ちょっと綺麗じゃない気がするんですけど、まあこういうのは慣れですからね。この鉛筆面白いですね。あ、これはそうですね。もともと製図用の、まあ、ペンなんですけどね、直径2ミリのもので、これいろいろの太さの芯が入れられますか？これは2ミリですね。他にもそうだな、もっと太い3ミリ4ミリのものによってはあるんですけど、硬さもいろいろありますからね。ちなみに今引いてる線 の緑色になってますよね。 そこはあの黒く彩色するところです。あー、なるほど。黒のところは特にメリハリをつけてトレースする必要もないので。そうですね、トレースするときには一発で基本的にやりますか、それとも少しずつ引きますか？少しずつ引いていきますね。こういう大きな絵になると線が長くても、まあ、まあ長くてもない、むしろ長いから少しずつですか？はい、まあ、一本線に見えるようにするのは少しやれば慣れると思いますよ。ああ、うん、どうしてますか？ああ、ありがとうございます。細かいところを消したいときはこういうね、すごいですね。このタップ穴を使ってやると素晴らしい、すごい発見ですね。円の綺麗な線を描くために、まあ紙を少しずつずらす、自分の描きやすいようにどんどんくるくる回して、くるくる回さずに描く人います？いやー、皆さん好き勝手に回してますよ、よく。まあ絵画のね、デッサンとかはそれはできませんもんね。そうですね、できないですね。お店で、はい、勝手に回るシーンの鉛筆が見たことあるんですけど、こういうのを使ってる時によく回してますか？一本線を引いてはちょっとくるっと回して、なるほど、ずっとやってくるっと回します。そうですね、日本の文具は結構進化してますからね。こまめに鉛筆削りを使うんで、鉛筆削りはよく壊れます。タップはちょっと邪魔になりますよね。邪魔な時はあのクリップの出番なんですけど、すごい、これこっち側にあのこっち側にかませてタップを外せば、なるほど。ノーラインは紙の線をこういってるんですけど大丈夫ですか？こうそこは紙色に塗られるんですけど、あの線は透けるんですよ。結構日本の特別な性格ですね。髪の毛自体がそんなにあの密度のあるものでなくて、ね、あの実際かかった時も透けて見えるじゃないですか、はい、それを表現したと思ってもらえれば。そうですよね、まあ、作品によっては髪の毛が透けないというのもありますからね、うん、タップかますなくていいですか？そっちタップが邪魔だから。あ、そうですね、クリップ、クリップ、じゃあクリップをこっちの方にお願いします。クリップ、タップ、
くるっと回しても回した方がいいんじゃないですか。引きやすかったらこっちでもいいし。へえ。どっちでも好きな方で。できるかな。私苦手のはこのこういう人間の手はちょっとそういう向き。それだったらまあこっちでもいいし、そう、引きやすい方向に傾けてどんどんやってください。時間が経つとここが痛い。そうですね、筆圧の高い人はやっぱり柔らかい芯を使いますね。ああ、元の絵が結構太い線だったら真似した方がいいですか。うん、あのメリハリをつけるあそうです、ね、ところもあるので、そういう風に引いても全然構いませんし、ここはね、うん、細い線でサッと引いたるぜっていう時はそれでもいいし。じゃあこれとこれは別の太さだけで大丈夫ですか。うん、全然。あ、なるほど。実際テレビ画面に映るときは色も塗られてるので、それほど太さは気にならないんですよね。鉛筆の角度は正しいのはありますか。そうですね、もっとこんな感じがいい気がするんだけど、結局私、やっぱり、まあ、普通の持ち方でこの角度がいいんじゃないですかねと自分は思いますけど。これ長い長い、ちょっと不安になります。アニメーターさんが、はい、手袋を使いますか。あと髪を汚すのが嫌な人は、はい、あの布の手袋をはめます、ね、手袋か別の紙でティッシュを引いたりしますね。あ、線によっては今みたいにあの奥から手前に引くより、あの手前から奥にサッとやる引きやすい時もありますから、あ、無理無理に1本で引こうとせずに何回かに分けてサッサッと。あ、できない。あ、できない。まあ引きやすいやり方。どうしても長い曲線が引きづらいという人は、あの、はい、自在定規というやつなんですけど、製図とかで使う、あのグニャグニャと曲がる定規があるんですけどね、あ、中に鉛が仕込んであってフレキシブルにグニャグニャ動くんで、それを形作ってスッと引けるようになってるんですよ。私の線が揺れてる気がするんですけど、うんうん、そうですね、一回引いた線の上からまた引くのも全然ありですよ。ああ、そうなんですか。うん、かけません。いろんな方法を試しています。このクリーンアップをするときに特に強く押さなくても大丈夫ですか。え、全然大丈夫ですよ。何、清書、はい、するのは漫画の漫画の G ペンを使うよりこれの方がストレスがたまります。G ペンを使うとなんか太っても薄くても大丈夫だけど、これはどれくらい薄いってとっても気にします。 G ペンが紙を触ったらなんか大体その位置にある。なんていうかな、鉛筆の方が滑る。でよくあのトレスできたかを見るのにこうペラペラと押して確かめるんですけどね。さあ、どこかトレスし忘れのところはないかな。ありそう。はい、再度確認。どこかないかな。あるかな。あるかな。気づかないかな。気づかないと思いますが。いや、じゃあそういうことで。怖い。怖い。やっぱり前の映画の方が綺麗な気がするんだ。こういうラインは一つのラインにするんですか。かすれてるので一本の線にまとめて大丈夫ですね。はい、さっきあの見直してましたよね。はい、まだあるんですよ。あったんですか。どこにありますか。ここ。まあこんな風に壁が完全細かいところを気をつけていかないといけないんですよ。小さい丸じゃなくてこのもう少し大きい丸は一番
難しかったなあとこのとっても長い線、こういう長い線はやっぱり一本で引かずに何回かに分けてさーっで何度かやってるうちに太くなってくるんですけど、それはメリハリとして考えれば、まあこういうところもね、一本の線、単一な線で引き上げないでメリハリをつけてやっていくと、それなりに見えてくるんですけど、おー全然違いますね。結構ちゃんと目玉が強調されているまつげになっていて、この目に見られている感じですね。楽しかったですか？楽しかったというか、やっぱり私、慣れてないなと。まあ要は慣れですからすごいですね。デジタルでペンタブレットを使うにしても、こういう筆圧とかね、覚えておくと役に立つと思いますんで。うん、はい、お疲れ様です。おお